どうもこん今回はですねフロービジネスとストックビジネスっていうお話をまいひめさんがされたんで私はねこのストックビジネスに関しましてちょっとね一つ提案をしたいかなと思っておりますというのがねストックビジネスとフロービジネスを比べたときにストックビジネスっていうのはやればやるほどその蓄積が後になって 自分の売上とかにになってきてきしまいにはね自分があんまりやらなくても報酬が今度はね増えていくっていう形だん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 最初は大変なんだけどもだんだん作業を減らしても後から収入が増えていくみたいなねまあ作業量に応じて売り上げが上がっていくっていうふうなフロービジネスに比べてですねストックビジネスっていうのは徐々に作業を減らしてもそれまでの作業が売り上げを ててくれるって形ですよね。まあ、繰り返しになってくどいんですけどもだからあストックビジネスっていうのはどんどんストックされますんでねすごく有利だなと思うわけですよ。で何を提案したいかっていうとそれはねネットワークビジネスの攻略っていうのはものすごく印象が悪くて意味嫌われてますけどもでもですねネットワークビジネスに活路を見いださない限りは、まあ、富を得ることはできないんじゃないかなと。 いうところも一つ言えるんですよねそれではちょっと画面を切り替えて説明していきますはいご覧のように経営母体があってこれからビジネスを始めようとするときにまずねフロービジネスっていうのはどういうことかっていうとこの経営母体が直接動いて顧客に働きかけますでこのお客様お客様が商品を買ってくれたら報酬がこうね 得れるよって形ですよね。であと基本的にはまた別のお客さんにアプローチしていってそのお客さんに買って頂い,いたら報酬が入るという形これを増やしていきましょうよっていうのがまあ通常のビジネスいわゆる私たちがね真っっななビジネスてて言ってるようなやつですでも残念ながらこれってフロービジネスって言ってもうやったことでしか売り上げってついていかないんですよねだからここの関係です。これが成り立たななくちゃいけないけですよ あとは、リピートって言って、これをあんまりしなくてもお客さんが求めてくれるっていう例はありますけども、ただこれにはね、一つね、ものすごく大きな難点があるんですよ。というのが、この辺にね、別の経営母体がいて、これを見てるんですよね。そうすると、おーお、なるほど。あれが売れるのか。じゃあ、うちの会社でも似たような製品を作って、お客さんが、 こっちから買うのか、こっちから買うのかっていう選択肢を与えてやれっていうわけですよ。つまりは過等競争が起きて、こっちに取られちゃうってことなんですよね。最初の商品を提案して、お客様に手に取っていただくのは、ここがやったのに、お客さんがリピートをしようとする時に、もう製品に対する信頼はあるわけですよ。だからはっきり言って製品は、質が良ければ、価格をね安いところで買いたいわけですよ。まあ、そうなると、 この製品をじっくり見ていたライバル会社が簡単に作ってお客さんに簡単に作れたわけですからコストの安いものができてこのお客さんを取っちゃうみたいなことが起きるわけですよねこれっていうのはここに対してもここに対しても起きますし何だったら別の警報隊が出てきてまた同じようなことをこっちにしたりこっちにしたりとかしてねもうとにかくもうライバル取り合いになっちゃいますよね まあこういった形が考えられますじゃあ軽母体としてこいつは何を考えるかってことなんですけども一気に全部消しますよもうこのねいろんな悩みを消すためにあれ消えなくなっちゃったら、はあ、ちょっと一旦消しましょうかこれこう軽母体はね考えるわけですよ何を考えるかとというとここに 経営母体があるのは変わりません。もうかか書かないですよ、ここに。経営母体がありますよね。KA って書きますけども。何を考えているかっていうと、さっきの経営母体としてライバルになりそうなところを、ここに引き込むわけですよ。フランチャイズみたいな形でね。まあ代理店でもいいんですけども、問屋としてでもいいんですけどもね。ここに引き込んで、ここにノウハウと商品を渡します。で、ここは、 契約金を出すすんですよそうするとノウハウと商品を提供してくれるんですよね。で今度はここがお客様にアプローチするんですよね。で宣伝はここがやります。ここは宣伝しなくていいんですよ。経営母体が一番大きなコストをかけてパンフレットを作ったり商品を作ったり。 顧客に訴えかけるコマーシャルをするわけですよね。その原資というのは、元での資金もありますけれども、こういったところが最初に払います。そうすると、ここのメリットというのは、自分で商品開発しなくても、商品を渡してくれて、で商品を売ることによって、 売上が上がってその売上の一部をコミッションとして受け取って残りの金額をこっちに渡すってことができるんですよね。あれだったらこの経営母体とライバル関係になるよりもこの傘下としてやった方が最終的な責任も取ってくれるし製品はどんどん新しいのを提供してくれるし楽なんですよね。でこの経営母体はこういった問屋が増えれば増えるほど有利になりますから。 ここういったたところとろの関係を持ちたがるんですよだから代理店をたくさん持とうとします。これをコンビニ経営に例えてください。コンビニのセブンイレブンとかねローソンとかファミリーマートがここにいるわけですよ。ここにね。でコンビニの問屋をここに持ちます。ロシスティックスとかね中間業者をここに持ちます、まあの。販売店でもいいんですよ。ほらフランチャイズの コンビニってあるでしょそれがここに当たるわけですよ。で一般顧客がその下につくって感じです。まさにネットワークビジネスでしょこれって。だから私たちは日々ネットワークビジネスに囲まれて生きてるわけなんですよ。私たちの立ち位置ここですからね。私たちがコンビニに行って商品を買います例えばこれが100円だとするでしょ そしたらコンビニは利益を50ぐらいここに残して残りの50はここに払うってう形ですよねだからここが一番儲かりますよねでここっていうのは基本的には直接販売しませんよね代理店を募集するだけですで代理店になったところから契約金を300万とか500万っていうのをガツンガツンともらうわけですよでその後ノウハウや いろんなイベントの提供をして全国一律の販売網を作るわけですよねチェーン店として、まあ、こういった形でできてますねはいいかがだったでしょうかまあネットワークビジネスってのはね別に口コミビジネスだけであるわけではなくて世の中にはびこってるわけですよそれが分かりにくいのとコマーシャルの影響でイメージがいいか悪いかってだけなんですよ ただね、一般的な私たちの知っているネットワークビジネス、気をつけないといけないのは、単価が高いんですよ、なんか。高くなくてもいいのに、単価が高いんですよ。ね、リアル店舗がないわけですから、単価は安くできるのになぜか、リアル店舗で売ってるものより高いでしょ。だからそこに対しては、ちょっと疑問符がつきますけども、うん、まあでもねあの、いわゆるリアル店舗で売れないようなものを扱っているものがネットワークになるのは、これは、 競争力があっていいいいんじゃないかなかと思いま,すまあ今で言うとね NFT がそれにあたるのかなと思います NFT っていうのはその辺に売ってないでしょ、うん、やっぱりこうインターネットを中心としたあの通信網によってそれが紹介され販売されてるわけなんですよまあ一部ね NFT ナルト美術館みたいな感じでリアルな美術館が販売している例もありますけどまだまだ少ないですそして美術館はコンビニほど 販売も持っていません。ですのでやっぱりあのインターネットでこう知らせてご購入いただくっていうのがまあ本来のまだまだ形になるのかなと思いますよねそういう意味で言うとリアルで売れるネットワークの商品コンビニみたいにねそういうのもありますしリアルじゃなくてネットの方で売るべきネットワークの商品もあるのかなっていう住み分けができてるところなんじゃないかなと思うんですよだから化粧品とかサプリメントとか 洗剤ははこれはリアル店舗でで買うべきなんですよそれをね、おかしな金額でオートシップみたいなの組んで、ずっと今までやっていたから、これはいろんなクレームが起きてしょうがないのかなと私は思いますけどね,ね。肝心なのは、やっぱり口コミじゃないと売れないものを売っていくことで、リアル店舗で売れるものといわゆる口コミビジネスがガチンコしちゃダメですよっていうことなんですよね。はい。じゃあ以上はこんな感じですね。え、はい、本日もお疲れ様でした。